はいどうも。はいどうも、ショータイムゴルフです。イエーイ。ゴルフ5カントリーオークビーチにやってきております。今日はかっちゃんが来ております。調子いいね。うん、ちょ寒いから後で着替え。ステックテックの、レーザー距離計、ベースアマゾンレーザー距離計ランキング2016年17年18年の3年連続第1位。おすすめポイントが安さ。うん、まあ、大手のレーザー距離計と遜色のない機能、こんな方におすすめ。レーザー距離計を初めて購入される方でも使いやすい、まあ、価格帯も安いから、まあ安いので16,000円。 V プロ500S、 まあ9800円。これね、打ってみると使いやすい、非常に使いやすい。初心者にすごいおすすめだと思う。 ULTX800 24,000円。高低差そう巻かれる。モデルしたらめちゃめちゃ安い。めちゃくちゃ安い。ピンに当たるとブブブってなる、うん、パッて数字が出ます。なるほど。約 0.2 秒で距離表示っていうね。もうプラスマイナス 0.3 ヤード。ここにあるコードを使ってテクテクテクサイトから購入すると 5% オフになります。公式サイトから、公式ホームページから、よろしくお願いします。お得な情報です。はい、ありがとう。クールダウン入ろう。あ、そうだね、そろそろクールダウン入ろう。ちょっとウォーミングアップしすぎた。クールダウン入ろう。クールダウン入ろう。はい、後半始まりました。翔太ティーショット、三分しますね。はい、お願いします。これはもうフェアウェイど真ん中。ナイス、ナイス、いいね。ないっしょ。いやいや、俺運いいから。あれはないっしょ、さすが。いや、あるあるある。ナイスアウトだね。103ヤード。56。上り入れて107。上り入れて107。入った？ボールの下に入った。やべえ、ほんと練習しないとちょっとやばいよ、マジで。練習しないと。ちょっと弱い。ボギーパット。ここダメ？何パット？ボギーパット。下手か。本当だよ。ダボパット。うん、ナイス。ナイスダボ。あ、オッケー。もう俺。ナイスダボ。まあでもナイスついてるだけ嬉しいわ。翔太。ナイスバーディーパット。ナイスバーディー。今日バーディーパット残るだけでもすごいよ。うん、これは軽くスライズ。うん、カルスラ、カルスラ。ああ、そう、進んだ。オッケー欲しい。オッケーオッケーオッケー。これ外す気外す気はしないよね、これね。外れるわけがない。
おお、入れた入れた。ナイスパー。はい、ナイス。叩き取れた。いや、ここは簡単だからさ。いや、ここ簡単なはずなんだけどさ、なんか練習場のネットの方にボール行っちまったんだよ。マジ。今日は珍しく硬いね。硬い。ドライバーじゃないもん。ドライバーじゃない。絶対ドライバーじゃない。あ、そう。うん、あ、そう。405ヤード。ナイスショー。いいね。いや、今のいいわ。今の良かった。俺はドライバーだと思うんだよね。行ってみよう。どこ狙うの？あの辺。あの音は戻ってきた。あるかも。行ってみな。完璧。完璧。ナイスショット。ドライバーでしょ？ドライバーだね。オッケー？うん、オッケー。はい。翔太の二鉄のちょっと先にしか行った。抑え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 た。このホールちょっと俺の運の良さ試されるね。さっきのホールちょっと運悪かったから148 148、うん、今振動きた。ほんとこれ多分143とかじゃない？136 136? うん、そんなもんしかないんだ。今日ちょっと気温が低いからね、いつもより飛ばないんだ。あ、なんかトップしなかった？大丈夫これ？でかい。左奥。ピッチングウェッジ。たっか。弱。なにそれ打つの？帯だね。ああ、じゃあこの辺から行くわ。はい。141。141ヤード。141、うん。番手は？あ、ピッチング。あ、やべ、飛んだ。パンチが入った。グリーン、はるかに。外飛ぶじゃん。170ヤードくらい飛ぶやん。パンチが入るんだよな、本当に。なんなのこれ、イップス？羨ましいけどな。で、飛ぶイップスって聞いたことある？地面から打つとなんか飛んじゃうんだよ。羨ましすぎる。意味がわからん。いや、抑えてるつもりなんだよ。ああでもなんかインパクトの瞬間にガッて力入っちゃうから、ああなんかピッチングで170とか80とか飛んじゃう。詰まってね。20ヤードくらい？ね、27.5。はい。いいね。いいね。かっこいいね。新しい使い方を見出したね。新しい。これで軸がぶれない。ぶれない、ぶれない。重み感じるよ。50度。距離は完璧。3度目。超左足上がり。だけど、これは簡単。惜しい。ナイス。OK?OK。ありがとう。ナイスパー。分かってる分かってる。分かってます。47ヤード。あ、間違えた。うまい。ナイス。うまい。うま。激うま。とても巧みなアプローチショットでしたね、カン君の。何ヤード？ちょっと待って、204ヤード。リモコン頭につけているのとグリーン上でリモコン頭につけてんのとグリーン上で距離測って、これサムネだわ。まだ打ってない。あれ、 OK。 あ、 OK、 あれ切れない。いや、ちょっと読みすぎた。 OK。 またボギーだ。シュールだな。あれ、なんか当たんね。近すぎるでしょ。近すぎるとボギー。
ナイス。うまいわ、そっから。あ、すごい、47ヤードオーバーしてる。ナイスダボ。うん、ありがとう。あ、また勝っちゃうオーダーだやったね。またパー取っちゃったよ。どうした俺ら。やばいね。やばいやばい。接待しなくていいよ。気持ちよくさせないで。本当にいいんだよ、なんかさ、すごい。めっちゃ悪いよね。出ないね。絶対出ないよ。確かに。毎回やれるよね。いつもいいんだけどな、ほんと。ね、俺もいつもいいんだけどな。俺だって普段 OB 出ないの、今日調子いいよ。調子はいいね。うん、調子は全然いいんだけど。なんかスコアが良くないね。噛み合ってないね。なんか、タイガーとかもよくあるじゃん。たまに調子はいいんだけど、こうスコアっていうか、ショットはショットパッドがスコアが出ないね。そう、噛み合ってないんだよね。ショットパッドが噛み合ってない。ショット自体今もいいんだけど、結果的に OB だったんだよ。なるほどね。うん、いいショットで OB だから、まあ次には繋がる。ポジティブに行こうよ。ポジティブに行きましょう。ね、あの木端287。287は超えたいね。さすがに男だったら超えたいね。よっしょ。でもいいんじゃん。いけるか。うん、完璧完璧。投げてくる。ありがとう。完璧だ。めっちゃいいやん。なんかやっとタイガーチャージが始まったような。ナイスドロー。ありがとう。翔太帽子かっこいいね。でしょ。うん。すごくかっこいい。センスいいからさ。これであれでしょ。軸をぶらさないで、スピードを上げていくようなね。やっぱとことん追求してる男は違う。かっこよさもちゃんと求めながら。ね。ボールマーカーなんかよりよっぽどかっこいいね。全然かっこいい。いいね。ナイス。完璧じゃない。これ完璧だね。完璧。みんな同じような方向いった。これがついてる。それがあれば距離いけるいける。距離40ヤードくらいアップする。もちろん300ヤードも測れる。あ、測れる。あ、いける。349.2。 おお、いける。いけるよ。測れるんだ。うん、多分大丈夫じゃね。うん、うん、取れてね。ちょっとカートお願いしていい。あ、カートごめんごめん。かっこいいね。いいね。うん、スマートだよね。なんかボタンの押し方が。翔太ちょっとカート止めて。はい、すげえ紳士的だわ。やっぱ帽子をね。帽子を一回触ることですごい。なるほどね。紳士感も出るし。235235230230。届かない。これ欲しい。これいいわ。2人並んで歩いて、ね、テクテクテクさん俺にこれちょうだい。いいよ。やった。これいい。俺黒欲しいな。黒。いや俺白がいい。めったんで4番。引く。やばいやばい。やばい。ごめん。ため息が。そうだな。なんか今日薄いね。よくわかんないんだけど、6番で行くわ。ちょっとよくわかんないね。いやなんかさ、飛びすぎちゃうもんね。満点おかしいんだよ。地面からだと飛びすぎちゃう。リアップした時そのぐらい飛んでくれればいい。あー、ちょっと右だな。距離は行ってるね。距離行った？横グリーンエッジ？見えなかったけど。どうした翔太、調子悪いな。調子はいい。ボールの調子のことを言ってんの。ボールの調子悪い。ボールの調子悪い。84。84。フォ
フォローの84。おお、いいんじゃない？見ましょう。ナイス。いいっす。50.5。ナイス。かっちゃんの目。出たやん。ナイスナイスって言ってたじゃん。ナイス、いやナイスだ、落ちたとこ完璧なんだよ。そっから1ミリもスピンが上がってない。むずくねえかこれ。何ヤード？8ヤード。すげえ、イメージ出るわ。8ヤード、8ヤードの練習してきたもん。すごい。8ヤード上がる人たちで9ヤード、9ヤード、9ヤードのバーディーパットです。